いい牛だ。初めて開いてるとこ見たわ。何なんだろう。強いけど、あっつダメだな今日。帰ろう。気温は20度なんだけど、なんだこの暑さは。マスクをすると一気に汗が出てくる。いやタイミング悪かったな。工事中ほんと間が悪いな。ずいぶん整備されてたな。数年前に来た時はあんなんじゃなかったもんな。看板も割れてたりとかしたし、こんなに綺麗になってるとは思わなかった。あ、次行くとこも久しぶりだな。暑さはダメなんだよな。寒いのも苦手だけど、暑いのはもっと苦手だ。顔がなんかもうスライム見たくなるんだよな、暑いと。まあ次も人結構いそうだな。さっき来た人は定番コースで次に寄るだろうから、わーダートだな絶対これ。来た。バスとかもいるかな。観光バス、ここバス通るからな。おい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 、いきなりですか。あれ、いけるか。すげえ狭くなって、なんだそこ、なんだこのコーンは。うわ来てるし、めちゃくちゃいる。めちゃくちゃいるぞ。しかも今時な感じのヤングな男の子もいる。あ、人が多いな。神様の贈り物。まあここは前から熊出没注意だけどな。うん、いい音、川のいい音がしてきますよ。いいね。確かにあの一部分だけ多いんだろうな。いや人が多いな。今後こんな感じなんだろうな。どこ行ってもむずいぞ。難しくなってくる。あ、着いたらもう3時40分過ぎ。相変わらずおやつご飯、ご飯も売ってんのかな。いつも閉まってるから事前に営業時間みたいの見てみたけど、なんか今日は定休日のお店が多かったな。水曜日は定休日のお店が多いのかな、飲食店は。いやちょっと人の多さに慣れなきゃダメだな。あんなんで多いって言ってたら、なんかもう季節ごとの場所だったりとか行ったらもっともっと人多いもんな。この先大変だな。まあ人が多くなってきたということは、北海道はいい季節になってきたっていうことなのかな。あ、もうお店ももうだもんな。ほぼほぼシャッターだもんな。あ、飲食店はもうほとんど閉めてるな。これはどっちかというとご年齢っぽいな。昔やってたっていう感じな気がするな。ちょっと道の駅寄ろうかな。ちょうどいいね。準備中。うん、のんびりにも程がある。あの工場なんだっけ、大きい工場だ。清里市街です。
清里市街、清里の市街ってあんまり通った記憶がない。どうしてもな、シャリ方面に行く通り道っていう感じがしてしまうんだよな。何か面白いところあるかな。これは何だろう、教会なのかな。なんだこれ、情報交換施設、キオール、カフェのマークがついてるけど、なんか飲食できる施設もあんのかな。もうちょっと早かったら覗きたんだけどな。シャリだけ見ながら飯が食いて。これ街か、ここ市街地かな。ガソリンここしかないのかな、もしかして。あれ、こういうスタンドしかなかったりする。結構厳しいな。この居酒屋ふるさとって、これチェーンなのかな。よく見るな、この小さい居酒屋ふるさと。おお、ここやってるっぽいな。ちょっと限定20分本味カレー、カレー味いいね。こんにちは。はい、こんにちは。ザンギ弁当一つと、はい、はい、と半身揚げ一つでお願いします。カレー味になりますけど大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、1600円になります。はい、ハムとサンドメイトです。シャリだけご飯にします。ご飯、もうさっきからも車でいい匂いがずっとして。これいくらだったっけ。700円か、半身が900円か、700円か。まあまあ、サンディ弁当か。ちょっとまずご飯で。ちょっと風が強いもんな、外で食べようと思ったけど、公園に来たはいいが。ザンギって場所によってやっぱり味付けって違うのかな。その地域地域で違うような気もするけど、お店によって違うの方がいいのかな。お店によってはもう全然違うな。これ半身っていうのかな。あ、これ足半身か。カレーの匂いがもう刺激しやがる。清里はカフェみたいなところって1個だけかな。ここも今日休みだったんで行こうと思ったら、近くにカフェみたいなところってないな。スナックは何軒かあるな。わ、めちゃくちゃカレーの匂いする。お、絶対カレーの匂いする。うまいか。阿蘇小国チャージ、え、北海道産じゃない、長崎なんだ。なんであそこで売ってたんだろう、道の駅で。不思議だ。まあ、旅よ。うわ、5時だよ。うわ、俺この音楽ダメなんだよな。とてもとてもしんどかった時を思い出すな。うまい。
この道もずっとまっすぐなんだけど傾斜が緩いからこう何々の道みたいのがついてないだけで、向こうに向かってずっとまっすぐだけどな。竜神橋、山口まできちんと標識に載ってる。うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、お、あ、もうこれ裏と裏と思ってさ、マスク色違う風にしてくんないかな。いつも間違えそうになる。ここは人いないっしょ。時間も時間だし、いたら感心するわ。よくぞここまで来た。あ、なるほど、これを逆から見ろってことか。今来た道を、なんだ、通りでまっすぐだと思ったら、あら、あそこの山伐採かな、一部おはげになっちゃって、あらららら。特に何か標識とかあるわけでもないんだな。おお、風が強いな。まあ、確かに長いな。まっすぐは。傾斜がちょっと、なんか歩いてんな。なんだあれ、狐か。確かに長い。さすがに誰もいませんな。ここは。落ち着くぜ。落ち着くぜ。シャリ岳の高さってどのぐらい、結構町とかからよく見えるけど、シャリ岳の高さってどのぐらいあるんだろうね。登山口あるってことは頂上まで行く人いるってことか。すげえな、考えられん。寒いな。よし、撤収。いや、次も人はいないと思うけど、それには理由がありそうだな。風が強いな。次もいたらすげえな。もし人いたらちょっと感心するわ。あ、けど札幌ナンバーの人だぞ。札幌ナンバーの人だってことは、もうここ一本道っぽいから、あ、キャンプ場があるんだ。まだ時期じゃないのかな。確かに涼しそうだな、こう夜。お？お？お？これ車入っていいの？何のあれもされてないけど、これ入っていいのかな？あれ？お？あ、こっちか。びっくりした。もう。おお。いやー、鉄砲マジで怖い。鹿撃ちだなこれ。なんであれ羊、なんであそこに羊が立ってるんだろう。大丈夫？なんか怖いんだけど。風の音が、風の音がすごい怖いんだけど。風がやべえ、風がやばいぞ。あれ、てっぺんだと思ったらまだもう一段あったよ。なぜ気づかん。合わせて、こっちと合わせて知床連山って書いてるな。一個一個山名前なんだろうな。あー、寒い、寒いな。清里市街。清里はあまり高い建物はないんだな。あ、斜里町も見えてるか。あれ斜里町か。これ斜里町かな。じゃあこの向こうの、え、海見えてんのかなこれ。じゃあ目が悪くて、暗くなってくると途端に目が見えなくなんだよな。これ海見えてるよね、オホーツク海。斜里町近いな。清里から何分なんだろう。30分ぐらい、この距離だったら。30分もかからんか。なんかグダグダ喋ってたら日が暮れそうだ。すげえピンク色に見える。すごいピンクですな。おお、どうした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 。高ぶるな高ぶるな高ぶるな。
丈夫大丈夫、どう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 。6時半沈むまではちょっと今日は無理だな。でこの羊さんは何なんだろう。沈みます。結局見届けるな今日も。鉄砲の音とともにお送りしております。また明日。寒い、違いすぎるだろ昼と夜が。今日はメジャー半分マイナー半分っていう感じだったな。あー7時だ、早いな1日経つの早いな。Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away.I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you?